さあ続いてのチャレンジャーは竹虎の皆さんです。高知県虎地区の里でしか育成しない日本唯一の虎ふだけを使い、創業明治27年の竹虎が製作です。高知県から、さあ行きましょう。よろしいですか、パフォーマンススタート。いきますよ、レッツジャッジ。どうぞ。7767高得点でした。さあ竹虎の皆さん、怪我したらいかんぜよ。さあいきましょう、よーいスタート。こちらも鎧が背負った。すごい、なんかあの軽い感じするから滑りが好調じゃないですか。綺麗ですね、はい、この竹虎竹は。すごい、でもディテールが美しいですね。美しい。さあこれは鎧もしっかりと絵になりますね。できてるんですね、すごいな。はい、かっこいいです。さあどうでしょう、最長の滑り。ちょっとでもスピードが落ちてきて、このキッカーで行きました、行きました。大丈夫です、ゴール来ましたよ。さあ仲間の皆様がゴールの中、